去についてですね、はい、過去を振り返って皮肉っぽい、シニカルインルッキングバック、誰もが物事がうまくいかないとき、負けたり打撃を受けたり適切な場所にいなかったりすることがあると。他の各タイプはこのような否定的な結果に対処する独自の方法、それを説明したり合理化したりする方法を他のタイプは持っていると。例えば SJ はしばしば豪気な見方をし、困難が訪れるとそれは避けられないもので宿命的なんだ、うん、それを避けるために何もできなかったって信じることが多いかもしれないと。だってこれが宿命なんだから俺は立ち向かうんだみたいな、立ち向かうんだこれ言い過ぎですね、はいはい、この、まあ、SJ にとってそれは何か神の意思であるかのように考えることさえあると。一方 SP っていうのは不幸を皮肉の視点で見ますと。これは彼らが生活に何らかの大きなパターンを見ないことを意味しています。アーティザンは生活を偶然的で危険なもの、闇の中への飛び込み賭けと考えており、他の方法は受け入れませんと。運が彼らに微笑むとき、彼らはラッキーストリークに乗り、運が悪くなると彼らは単に肩をすくめて逆境をそれが人生だ、運が悪かった、ボールが跳ねた方法だという態度で取り除きます。疑いなくセストラギャレ、多分これフランス語、はい、フランス語にという表現で考案したのは何らかの因縁に耐えた戦士がそれを残したんでしょうと。このセストラギュレかなはフランス語でこれが戦争だ、あれですね、ガンダムのスレッガー注意、わ、はいはい、かんないです、悲しいけどこれ戦争なのよねって、うん、あすいませんもう超名言なんですけどね、はいはい、SP、確かに彼は SP です、うん、はい、ちなみに SJ で意味がどういう風だったんでしょうね、はい、っていうのはヤンバルさん曰くストイック、まあ、禁欲的とか自制的、我慢する、はい、禁欲的っていう意味があるので喜びに対してそういう承認が必要なんだと、自分で承認できるかどうかなんですけど、うん、僕どういう意味って聞いたらこうやって返してきましたよチャット GPT にガーディアンズにとって楽しみを求める前に義務に対するストイックな受け入れが必要だと、はい、だから職務に全うすることが最優先、もったいない気もするがでもそれがそう彼らの生き方、生き方、はい、はい、一直線ですもんね、義務 やれば、はい、俺は幸せなんだ、楽しくなくても、うん、目的が達成されるし、まあ、それをが生きる道だと思ってるって話ですよね。もう平坦ですもんね、みんな二度減らそう、さっきこうみんな損すればいいみたいな三歩一応なんですよ、はい、でそんなのは SP 的にはありえないなるほど、はい、そのタイプの特徴みたいな話じゃないですか、タイプの特徴の話です、はい、アーティザンは人間の動機についても皮肉を言うことがあると。彼らは人々が高潔で成人のようであるという幻想を抱いていませんと、はい、うん、あ、はいはい、あはいはいですね、うん、やめてくれと SP は言います、はい、どんなに高潔だと思っても、うん、私たちは皆足元に泥をつけており、うん、最終的には腐敗し、うん、自己中心的であるとアーティザンは考えます、はい、人々の意図に対する彼らの皮肉的な見方から、うん、アーティザンは贈り物を疑い、誰かが何かを与えようとしているときには財布を確認することを知っています。そして SP にとっては大きな後悔、開墾の源は単純なトリックに引っかかり騙されたりすることですと。このような皮肉さは他の信頼しやすく騙されやすいタイプに比べて SP にとって他のタイプが簡単な標的になり得ることに対する戦術的利点を提供しますと。 PT パーナムという方が彼の有名ないたずらの一つでアメリカの一般大衆を巧みに操った方法を思い出してみてくださいと。ちょっと読んでわかるかあれなんですけど、はい、一般大衆は何かを欲していました。地球全体が絶望的になっていました。彼らは飢えていました。
彼らは何でも飲むことができ、私は彼らに骨ではなく真の珍味、ボンボンを投げ、彼らはそれを一口で飲み込みました。はい。はい。はい。わからないです。別のエンターテインメント分野で、俳優兼映画監督のクリント・イーストウッドは、イタリア製のスパゲッティウエスタンで美学における皮肉を探求し、後に人気のあるダーティーハリーシリーズで彼の皮肉な世界観はホワイトハンター、ブラックハート、パーフェクトワールド、アンフォーギブンで頂点に達しました。イーストウッドの巧妙な皮肉の表現の後、アメリカの映画は決して同じなものではありませんでした。実際、皮肉屋の哲学は協力を強く主張するガーディアンや理想主義者によって避けられるものではあるが、アーティザンにとっては合気、神秘主義、相対主義が他のタイプにとってのように道徳的に正しいものですと。確かにクリント・イーストウッドの映画は、はい、そんな雰囲気はありますね。皮肉的な、あの打った後にのせ、はい、捨て台詞とか、はいはいはい、そういうのがね、悲しみを帯びていないというか、はいはい、いちいちなんかね、ちょっとひねったひねったものの言い方、はいはい、っていうのは感じますね。で、場所について、 SP の場所について、はい、The place is here、はい、場所はここですとあります、うん、アーティザンはゲートでチケットを取ったり、スタンドで座ったり、試合の審判をしたりすることに興味を持ちません。彼らは試合っていうのは参加するものだ、うん、参加しなければならず、アクションが行われている場所、つまりその中心にいなければいけないと。彼らの時間が今であるように、彼らの場所はここであるため、ここと今に住んでると言えるでしょうと。彼らの時間と空間は切り離せず、この時間と空間の統一が特に競技アートにおける彼らの運動の正確さを理解可能にしますと。例えば野球選手が時速100マイル、これ160キロでしたっけ、はい、の速球を打つことがどのように可能か、またはバスケットボール選手が遠くからそんなに小さい目標を狙うことがどのように可能か、もちろん彼らはバットを振ったりジャンプショットを打ったりする必要があり、そして長い時間をかけます。しかし他のタイプも同じことをしても SP の熟練度には到達しないでしょうと。他の人たちは彼らの運動を試みる一方で、彼らはあまりにもしばしば他の場所や他の時間で何が起こっているのかを気にします。アーティザンの唯一の関心は今この瞬間に何が起こっているかであり、これが彼らのタイミングと優雅な動きの達人にしています。アーサー・ヘイリーは彼の小説空港からのトラブルシューティングの場面で、アーティザンのここと今の専門知識を捉えました。以下がその部分ですと、まあ、アーサー・ヘイリーという人の小説、うん、エアポートっていうんですかね。ミスター、ここにこぼれたガソリンがあります、その葉巻を取っておいた方がいいでしょうというと、パトローニ SP の人ですね、はほとんど喫煙規則を無視するように指示を無視しましたと。彼は転覆したトレーラーに向かって葉巻を振りました。お前そのクズを今立て直そうとしていると、みんなの時間、私の時間、お前の時間の無駄になるだろう。お前はそれを引っ張り出して交通を動かす必要があるから、それにはもう2台のレッカー車が必要だ。この側に1台押し、あっちの2台は引くためだ。彼は周りを動き回り、大きなトレーラーを様々な角度から調べるためランタンを使いました。問題を考えるとき、彼はいつも完全にその問題に没頭します。彼は再び葉巻を振りました。2台のトラックは3つのポイントに連結するでしょう。彼らはギャップを引っ張り、それも速くなります。待て、と州警察官は言いました。彼はもう一人の警察官に向かって呼びかけました。ハンク、ここにいるやつが何を言っているかわかるみたいだ。よくわかんないですけど。
SP さんは、はい、もうそういう場のトラブルシューティングが起こった場合は、はい、彼らに任しとけばいいっていう、まあその問題に集中するってことじゃないですか。ただその自分の快楽なので、はい、ボタボタガソリンが漏れてても、はい、葉巻は離さんと、まあ分かんないですけどね、俺の葉巻は離さんぞと、はいはい、でお前時間の無駄なことすんなと、うん、お前が今やってることは間違ってるし、うん、お前の時間も今こうやって話しかけてる俺の時間も、うん、早く助かりたい彼らの時間も壊してるんだぜ、うん、ベイビー、うん、みたいな言い方をするんでしょうね。まあ言い方は分かんないですけどね、人それぞれ。今もう僕の中では完全にイーストウッドですから。はい、はいはい、まあでも他のタイプの人はいろんなことを考えるって話じゃないですか。合理主義者だったらこのやり方は合理的なのかって考え出したりとか、はい、で SP はそんなことよりもやろうよこれ解決 しようよみたいな。 NF だとなんか周りの人の人間関係みたいな。まず非難ですよ。まず非難だけどって話じゃないですか。はい、だってあの人が困ってるかもしれないとか。あ、そういうのはあるでしょうね。はいはい。で、喧嘩が起こってたら、まあまあがしたくなりますし。うんうん、で、時間について。はい。The time is now。今がその時だ。とあるんですけども、他の誰よりもアーティザンは現在で生きて行動します。彼らは言います。明日は来ないし、昨日は過ぎ去った水だ。SP にとって現在のような時間はないので私たちはそれを最大限に活用し今がその時だからこそ一日を活用し鉄が熱いうちに行動するか好機を逃すことなく行動しなければいけませんと。徹底的な SP のアスリートの動きを見てください。彼らは大部分を今で行動しその時簡単に焦点を合わせます。前の誤りに不満を言ったり次のショットが失敗するのではないかと心配する人もいますがアーティザンはそれほどではありません。彼らは自分の損失を守護者のように嘆きません。守護者っていうのは SJ ですね、はい、彼らは自分の誤りを合理主義者のように分析し再設計しません。また理想主義者 NF のように誤りを予測して生きていません。 SP はボールに目を光らせそれを正確な瞬間に打つ能力があるので誰よりも頻繁に勝つのです。過去と未来に無頓着で彼らは全ての力で明確に現在のチャンス機会に集中することができます。だからほとんどの場合彼らは勝ちます。And so more often than not they win. ただし、but ですね、現在の瞬間に集中しすぎることには代償をもたらします。SP アーティザンは自分の誤りをあまり深く考えたり、誤りを詳細に分析したりしないため、誤りから学ぶのが難しい。そのため彼らは誤りを繰り返すループに陥ることがあります。しかし彼らはここで何がうまくいくかを知る才能を持っているのでまたそれで通常の彼らを救ってもいますと。 SP は自然に成功をもたらす行動を繰り返し行うため実際にはポジティブな経験から学び勝ちますと。はい、5万円かいや失敗も多いですよって話ですよ。どうですかこの生き方、はい、カーシーの説明と、はい、ご自身のこの考え方とか、はい、いや体調っていうのは、うん、N の可能性もあったわけじゃないですか。 N の可能性もあった。 N だったとすると NT の可能性もあるんですよね。まあでも NT と SP だったら、はい、まあ、SP ですよって思います。あ、はい、もう合理主義、合理的なもの、合理的なことは、はい、まあ、考えはしますけど、はい、まあ、今の方が重要みたいな。どうかその自分の快楽、はい、喜び、まあ、楽しいかどうか、はい、なんて言うんでしょう、その楽しいことが明らかに非効率だった場合、はい、多分 NT の人はそれを採用しないってことですよね、うん、喜びを取らずに、うん、あの効率を取る、もっと目標達成主義みたいな感じじゃないですか多分 NT は。いかに早く、はい、いかに早くっ
ていうか、いかに効率よくコストがよく、はいはい、っていうのを考えるっていうよりも SP はもっとなんかちょっとやってみようみたいな感じじゃないですか。それは楽しいから、そっちの方が楽しそうなことをやってみようですよね。面白そうなことを。でもなんかこれしたらさ、はい、いくら使うしさ、うまくいくのかな、はい、っていうのは、まあ、考えますよって話ですよ。考えるけど、はい、やってみなきゃ分かんないじゃないですか最終的にはね。はいはい、はい、そしたらやるしかないですよね。うまくいかないと落ち込むんですよね。うまくいかないのはもうしょうがないですよまあこの辺がね、はい、やっぱりね、でもまあ自分もそういうのが羨ましいと思いながら、まあ、やってないんでしょうね多分こういうのは。はい、やってない、採用してないっていうことは、うん、まあ、二の次だと思っているって話ですよね。っていうことなんでしょうね、はい。